ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です、今日はですね、日付が10月の27日の木曜日です。先ほど別の動画を撮って、この動画を撮って、この動画を公開するのが多分明日28日になるかと思うんですけれども、28日明日はちょっと忙しくてですね、録画をしたり編集したり、している時間がなさそうなので、今日のうちに撮ってで、設定をしておこうと思います。で、北進テストの11月号に向けた、二次関数の問題のお話の続きです。で、よく出る問題ということで、こちらですね、これは愛知県で数年前に出た問題です。ぜひここでですね、動画を止めて、ご自分の力でやっていただければなと思います。で、やっていただいたという過程でお話を進めていきますけれども、まあ北進テストの予想というタイトルでサムネイルを作って出しているんですけれども、まあ基礎事項をしっかり固めてねっていうお話ばっかりだったので、ちゃんと予想をしろよという、お話もちらほらというところで、レベル帯的に難易度というか、問題の難しさというかというところで言うと、この辺が一番出やすいのかなっていうレベルの問題を今日は持ってきました。で、ぜひこの辺をですね、しっかり整理して、頭の中で、分からないことがないようにまとめていっていただければなと思います。で、今日は実際に解いていくというよりも、これは覚えておいてねっていうお話をしていこうと思うんですけれども、今回は放物線、二次関数の曲線が、上と下に、2つあるような状態で、上はちょっと幅が広め、下にあるこちらの曲線は、ちょっと細めな、曲線が書かれています。で、放物線の特徴として絶対覚えておいてねっていうところなんですけれども、まず放物線っていうのは必ず左右対称ですよっていうこと、まあ分かってるよっていうところなんだろうとは思うんですけれども、ついうっかりこれが思いつかないっていうこともありますので、これはしっかり、いつでも頭の引き出しからひょいっと出てくるようにしておいてください。で、もう一つ、原点が頂点になってます。これ中学のうちだけなんですけれども、高校に行くとこの頂点が動きますけれども、まあ、頂点って何って言われちゃうと困るので、後方物線があるこの一番とんがったところですね、この一番とんがったところが頂点で、その頂点が必ず、まあ、中学の中での勉強では、原点、00のところに来てますよっていうところは、この2つ超基本事項で、みんな知ってるよ、まあ、見ればわかるよっていうところだと思うんですけれども、これをしっかり使わないとっていうところが、基礎問題としては出てきますので、そこは頭の中で整理しておいてください。で、この2つが分かっていると、今回の問題、点 C の X 座標が2だよって言ってるので、ここが2なんですよね。そうすると、下の放物線、こちらの放物線を見ていただいて、放物線は左右対称で、原点が頂点になってるんだから、そうすると点 B の X 座標っていうのはもうマイナス2、これはもうすぐパッと出てきてほしいよっていうところです。で、そうすると、これで X 座標マイ、まず2が出てきてしまうので、あ、2がここで分かっているので、あとはこの式ですね、ここに2を入れてあげればもうできるよねっていう問題です。で、今度丸2の問題ですけれども、今度平行四辺形 ABCD、これが平行四辺形になってるよっていうところをヒントに解いていく問題です。で、三角形の面積っていうのが放物線の、座標平面上に書かれていて、でその面積を求めるっていう問題は前回やりましたけれども、その場合は必ず X 軸 Y 軸に、平行な線、あるいは X 軸 Y 軸そのものを底辺だったり高さだったりっていうところに置き換えられるように、三角形が変なところにあったら、
まあ、そこへ持ってくるような形で計算してあげると、座標がそのまま底辺の長さあるいは高さになりますので、それを使うようにしてくださいねっていうお話したと思います。で今回は四角形です。で四角形の場合はまず四角形ってどういう特徴があるのっていうことは、もう一度ですね、試験前に頭の中で整理しておいてください。で、まあどんな形の四角形でも、まあ、四角形じゃなくなっちゃったギザギザしちゃいました、まあ、こんな形の四角形でも、四角形といえば四角形なんですけれども、その中で、特徴のあるものを特に、名前がついていますよっていうところです。じゃあどういう特徴があるの、この特徴をぜひ整理しておいてください。で例えば台形だと一組が平行ですよ。で一組だけ平行なので、他の辺はまあどんな形になっててもいいよっていうところですね。で、次の平行四辺形っていうのは二組平行だよっていうことなので、これが平行で、こちら側も平行になって、まあ、平行に見えなくなっちゃいましたけど平行になってるよっていうのが平行四辺形です。で、それのさらにここの角度ですね、ここが90度になっているのが長方形ですよっていうことになります。で、次にひし形、ひし形は、まあ、こう、まあ、ダイヤモンドの形ですね、は対角線が直角に交わるよ、こういう形で直角に交わりますよ。で、さらに、本当にひし形って呼べるのはこの交わった対角線がお互いに二等分し合わなきゃダメですよっていうことですね。よくお正月にあげるようなこういうタコの形だと、対角線は確かに直角に交わるんだけれども、こっちの辺は確かに二等分なのかもしれないけれども、こことここの長さは違いますよね。ですのでこれは、まあ、お正月のタコの形って私呼ぶんですけれども、ひし形じゃないですよ。そこはしっかり、確認をしておいてください。で、ひし形でさらに、ここの角度が直角になっているものを正方形っていう形になってきますよっていうところですね。でこの辺はしっかり整理をしておいてください。でここが分かっていると、先ほどのここですね、C の座標 X 座標が2だよって分かってしまうと、B の X 座標はマイナス2だねって分かってしまいます。でそうするとこの長さが4だよねって分かってしまうので、そうするとこの長さって、平行四辺形なら4だよねって分かってくると思います。じゃあこの4って何っていうと D の X 座標になりますので、D の X 座標は4カンマ、あとは Y 座標が分かればいいよねっていうところになってきます。で、Y 座標を求めるにはこの式ですね、この式を、当てはめてあげれば Y 座標は当然すぐに出てくるはずです。で、この Y 座標が分かってしまえば、この、点 A の方ですね、点 A の方は X 座標が0って分かっているので、同じ Y 座標をここに当てはめていただくと A の、座標も分かってきます。で、こうすると4点 ABCD の、座標が分かったことになりますので、あとはじゃあ面積を2等分するってどういうことなのっていうところを理解しておいていただければ問題が解けると思います。で、四角形の問題でよく出る問題なんですけれども、面積2等分って言われたら、対角線の交点を通るよっていうことを覚えておいてください。で平行四辺形を書いて、対角線がこういう風な形でこの交点ですね、ここを通る直線どんな角度でこう引こうともですね、必ず、色変えましょうか、黄色かなんかにして、こちら側とこちら側左右に分けたらこれは、同じ面積になります。で、まあ、今度は色を変えて、青緑にしましょうか。こちらで線を引くと、こちらの面積とこちらの面積、これは、同じ面積になります。でちょっとやってみていただけると分かると思うんですけれども、この線をこの、
中心というか、対角線の交点を中心にぐるぐる回していただくと、この幅が狭くなると当然この幅も狭くなりますよね。でその分こちらの幅が広くなってこちらの幅が広くなりますよねっていう形で、どう回していただいてもですね、この対角線の交点を通る限り、面積が2等分されるっていうのが感覚的に捉えられると思います。で、ちょっと応用問題になると4等分っていう問題が出てくることがあります。でそしたら、2回やってください。2回やっていただければ必ず、4等分の、線が求められます。で、さらにやらしいことを言うと、4等分って書いてあればまだいいんですけれども、1対3に分けるとかっていう面積をですね、面積を1対3に分ける直線とかっていう言い方をする場合がありますので、これ4等分の、どっち側からっていう形で考えれば1対3、4分の1になるっていうことですよね。ですのでこの場合は2回やるっていうことで考えてください。で、そうするとですね、色をちょっと濃いめに戻して、そうするとこの対角線の、対角線の式は求められますよね。そうすると点 B と点 D の座標を使ってあげると、この直線 BD の、式が求められると思います。でさらに、点 A と点 C を結ぶこの直線の式は2つの点が分かっているので直線の式が求められると思います。で、さらにこの2つの直線が分かってしまえば連立方程式を解くことによって、この交点の座標っていうのが分かってくると思いますので、この交点の座標を通ってさらに傾きは2だよって固定されているので答えとしては y=2x ここまではもう分かっていて、で2等分するためのあとはこの部分ですね、プラスなんとかのところだけ分かればいいので、この点の座標が分かって傾きが2の直線っていうことはすぐに求められると思います。で、この辺の難易度の問題が11月号では出るんじゃないのかなっていう形で考えていますので、ぜひお持ちのですね問題集等々で、このレベルの難しさの問題を重点的にやっていっていただければいいんじゃないのかな、そんな風に考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいてまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。